めかです。アリアです。今日の企画は新作のスクイーズ紹介です。じゃあ早速やっていきましょう。新作ベーカリーシリーズのパンダ焼きスクイーズです。日本初のスクイーズかも。じゃあ早速見ていきましょう。あ、こういうレインボー虹色のパンダ焼きのスクイーズです。虹色とあと赤と緑と普通の茶色あります。これ全部可愛いけど、やっぱ虹色が可愛い、ね、虹色が可愛い。全部香りがついてるらしい。どんな匂いするか。あ、めっちゃいい匂い。同じ匂い。後ろにわ、東京ベーカリー、東京ベーカリーって書いてます。何の匂いだろう。あ、違う匂いが。あ、本当だ。全部違うっぽい、ね、なんかこの和って書いてる理由は和菓子の甘い理由がするからだそうです。全部違う匂いして、めっちゃいい匂い。いい匂い。ちゃんとここにストラップがついてます。ぶら下げれる普通の色。あ、予想いい匂い。抹茶予想。いい匂い。え、なんだろう。全部比べてみよう。匂い。あ、なんかこっち、あ、これとこれは一緒。すっごい甘い匂い。これ一番いい匂いする。めっちゃいい匂い。これが姫方一番おすすめ。一番おすすめなのはこの虹色のパンダ焼きです。とってもいい匂いがして、全部いい匂いなんですけど、特にいい匂いなのはやっぱ虹色でした、うん。え、これ何にぶら下げると可愛い。リュックとか。あー、なんかバッグとかよりリュックの方が可愛らしいかもしれない。すっごいもちもち、低反発です。もちもち、超可愛い、超可愛い。え、これがすごい好き。わわ、東京ベーカリーとか。これは焼き色っていう色で、これが抹茶色で、これがピンクで、この3つは福泉に売ってます。4月の20日発売です。レインボーとこの抹茶色と焼き色のスクイーズはモーリーファンタジーとパロっていう全国のお店に売っているそうです。売っているそうです。ぜひ買ってください。買ってください。これだけ違う。じゃあどれがこれです。私は、うん、私は緑の抹茶が好きなんで、私はこれの色をおすすめします。あ、全部色可愛いんですけど、まあ、これも本格的。食べ物の見た目だったらこれかな。でも、うん、これが、え、なんか匂いと見た目が一番。え、なんかよく見ると本当に焼き、あー、わかるわかる。すごい本物みたい。これ多分美味しそう。すっごいもちもち。あと、パンダはやっぱ可愛いから、シャンシャンあ、シャンシャン生まれたからやっぱパンダ人気。そうだね。し、可愛いしもう可愛いね。買ってもいいと思います。じゃあ今日の動画はここまでです。もしこの動画がいいと思ってくれたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。